さくりシャドウズ、やっぱ肝心のゲーム部分もあかんな。こんな必殺っぽいのに相手ピンピンでくさ。そもそも何発か当たってなくね。必死感がすごくてリノ両手で持ってるせいかな。最後の一振りで相手凄まじい速度の振り向きしてて笑う。対馬の白黒演出パクったらいけるだろうなっていうのが透けて見える。ヘイザムやアルノの首筋や心臓みたいな急所を正確に突き刺すモーション印象に残ってるんだけど、もうモーションのクオリティすらダメになっちゃったか。女性忍者ならアズミの動きを見習えってんだ。かっこ悪いな。改めて新しいの作れないってことさ。外人がこのポストの変身にドラゴンボールのサタンがセルを攻撃しているシーンを貼っていて草生える。サタン選手攻撃の手を休めよ。東島さん体力ゼロにしないとずっと元気なままなのは昔からだしな。そこは別にいいけど刀振り回しすぎてダサさ極まってるな。都面室のスローかと思ったのに草。いや、さすがにこれバランス調整してくれると思いたい。都面室っぽいの入る技で、うん、数入れてあのダメージだとモーション云々というより何回攻撃当てたら敵が倒れるんだ。普通に攻撃したら敵が強いから暗殺してねってことなのかな。ヤスケ側もダメージの入りが立ちかかったら正面から対決するヤスケパートで敵複数倒すの時間かかるぞ。これだけ切って死なないとかタフすぎ。いや、それより以前にアサシンって何って感じになるわ。アサシンならもっと合理的な戦い方して。全体的にモーションカッコ悪いんだよ。つばぜり合いとかでかい黒人が小さい日本人を仕切れないから、特にカッコ悪いわざわざ逆手にして納刀するところもバカみたいだし。まとめ動画とか見てるとどこで公開されたかよくわからん動画が使われてて、そこでの直江のキルムーブで敵の首をかっ切るのがあるんだけど、それもなんかカッコよくないんだよな。なんかもたついてる感じ。もっとスマートにスパッとやってくれよ。直江は暗殺で時間短縮できるとして、ヤスケが攻撃力高いとかじゃないと、ヤスケパートの戦闘時間かかって戦闘めんどくさそうだなって今の情報だと思えちゃうんだよ。振り切りで一撃できるとして、それは戦闘入ってすぐできるのか、一定以上ダメージ入れたらできるのかとかまだ明かされてないから、そのあたり含めてモーションだけでなく戦闘システムについても情報出してほしい。アズミってカナダじゃ所有禁止になりそう。これの敵ない意味で対馬仁さん、ふっ、座手即死、味方の猛虎兵、どうしようどうしよう。シャドウズな、ザシユザシユザシユザシュザシュ、日本兵いてて、ひどいひどい。なんでモーション解約するんだろうな。ユニティ路線のままでいいのに。フランス舞台より面白くなっちゃうからダメです。出来がガチでヤバそう。モーションしょぼいし、当たってないのに血出てダメージ入ってる。飛ぶ斬撃が出てるんだよ。でもポリコレ加算でメタスコア90点は超えそう。黒人足す10点、ゲイ足す10点、実質70点ゲームってとこか。それよりもなんなんだよこの庭は。切りすぎだろ。タコにどんだけ恨み持ってんの。どうせなら必殺仕事人みたいな暗殺したらデタラメでも愛着持たれるだろ。リアルでも当たってるように見えなくても傷はつくんだよ。元動画見てきたけど GIF 結構スローかかってるの。早い動きで見たら言うほど違和感では。これトリプル A なんだよな。 AIA なんじゃね。そもそもあの適当な AI 生成されたマップ見るだけでもヤバいってわかる。え、この切ってるのがヤスケなの？チビじゃね？女の方やろ。黒人以外にもプレイヤブルいたんか知らんかった。力任せに刀ブンブンフル質の1なのに忍者刀直刀じゃないし、まあ忍者刀は実在疑われてるけど、くの一も伝説の侍、ヤスケも実在したか疑わしいんだから振り切れよ。この前出たかるクール動画もだけど、妙にリアルに寄せようとした上で手抜きだから違和感すげえんだよな。オデッセイでワープアサシンとかしてたし、忍術ってことにしてそういうので良いんだけどな。忍者やし、セキロの忍殺せくらいサクッと急所刺すくらいでええやろ。代わりにヤスケは大暴れするようにして。有能はみんな退社したって話は本当みたいだな。ヤスケは日本舞台なのに盾の指導を入れてないんか。これだから UBA は真空斬り。何これ、敵の背中に U でも掘ってるんか。真空かまいたち、てかとどめ刺したみたいな演出なのに特に何も起きてないのかよ。あれを彷彿させるな。朝栗は毎回こんなもん。これはひどい、これはひどいね。対馬の4年後に出して対馬よりしょぼいとは。黒人に日本人を蹂躙させる人種差別だけが目的のポリコレゲームだから、悪く言うやつは IGN などと結託して逆切れして押し付ければいいんだから適当になるって。それはちょっとずれてるな。黒人がジャパニーズ侍と掘り合うのが真の目的。
日本版は CRO で全カットだ。前作のバルハラがそうだった。越洋シリーズみたいに一撃で殺せるようにしたらよかったのに。こういうゲームでスローモーションなるのいらんて、しょぼすぎる。一瞬が2回ったかのようなモーションなんなん。しかも日本版は規制されるんだぞ。バカバカしくてやってられない。メタルギアライジングをパクった方が良かったんじゃね。今月のスターウォーズのアルティメット買おうと思ってんだけど、こっちは期待して良いよな。 UBI に期待しすぎるのは良くないな。いつもの UBI ゲーだろうなくらいの感覚で遊ぶべき。最近はワープしながら暗殺するギャグゲーだしな。コメラン翻訳して未酷評されてるから。ワープ移動 FF15 っぽい。舞台が異世界やん。でっかい樹木なんや。そもそもこのストップモーションなんだよ。アサクリオデッセイの制作スタッフと同じって聞いたし、英雄の一撃みたいなスキル技なんじゃね。ちとチープすぎるけど。何が怖いって、今までも別に素晴らしいゲームではなかったのに。それよりも無能な連中が作ったゲーム店だからそこ知れないわ。メガキャオツ、お前らが大好きなエルデンリングもオンラインなら真空切りされまくりだから。これじゃいだけ綺麗なシンプルシリーズ。ヤスケのせいで同社の全ての作品を変な目で見てしまうよな。左下の矢印は何を指してる？多分スキルの紹介動画でクールタイムとか開口を説明してるんじゃね。なんかサシステムが対馬だよね。シャカシャカ切るのダサくて草。こんな何回も切る必要ないだろ。刀切れなくなるよね。何このブンブン空振りしてるクソモーション。こういう無駄動作はリアルな絵作りでやるとアホっぽいんだよな。武士道ブレード風のシステム使おう。暗殺者らしく一撃必殺するゲームだったのに、RPG になってから凡庸な戦闘になったな。またレベル制の RPG 路線か。キューボ、UBI のゴミがまともにできること。もうまともなゲームクリエイターはいなくなって、差別クリエイターしかいないんでしょ。オリンピックにも登場したフランスの顔といえるシリーズだぞ。それをしょぼいなんてフランス人に失礼だろ。オリンピックでフランスが大したことない国ってこと散々アピールしたからセーフ。オリジンズ、オデッセイは面白かったけど、もう終わったタイトル。バルハラからしてもうつまらんからね。攻撃しただけでスタミナ値減るクソ仕様だし。バルハラ途中で投げたはあまりに同じ作業が続きすぎる。シャカシャカ切りダサいな。シャカシャカするより一撃で決める方がかっこいいのに。わかる。暗殺者なんだから無敗機にしなくていいのに。もう暗殺者名乗るのきつすぎやろ。暗殺者名乗っていいのはよくて3まで。制作費の何割がスイートベイビー様へのせい。売れワイのラッシュやん。暗殺者が連続切りはいろいろとダメだろ。モーション軽すぎて素振りしてるようにしか見えん。 FF16 のダバダバ切りとどっちがマシ？一の動画をこれがトリプル A だ褒めてる海外ツイートに、対馬やセキロ等の反論が書き込まれまくってて、だいぶヘイト積んでんな。何ですかねこれは。セキロや対馬とこのゴミ比べるとか、セキロや対馬に対する冒涜やろう。アサクリはなんかセンスが致命的にないのか。シンプルなカウンターゲーの初期3部作に比べて、それ以降のシリーズ作全部戦闘がまっさまさでつまらん。モーション軽すぎてシャカシャカしてるようにしか見えない。対馬は劣化アサクリって言ってたやつは今何を思うんだろうな。本家が劣化の劣化出してきたけど。言うて規模の話をするなら対馬の方が圧倒的に小規模だし、ゲーム性はほぼアサクリコピーなのはそれはそうだからな。劣化アサクリ言ってたやつもモーションは対馬が勝ってるのは分かってたしな。本家アサクリが急速に劣化していったのが悪いだけなんよな。対馬はアサクリじゃなくてバットマンだけどな。うまくいって80点下なんだからこんなもんでしょ。マジでダセえ。なんだこれ。何を一人で騒いでるんだと思った笑い。笑いねえよこんなん。なんだっけこれ。 PS2 の侍で見たことある。侍道じゃない。あのゲームも妖芸に影響を与えてるのかね。ロニンがこのタイミングで DLC 発表したら結構売れそう。泣けてくるダサさ。これがアサシンの姿か。これが日本人を排除しただけでヤバいのに、さらにか。スイートベイビーってずっとスラングだと思ってた。スイートベイビー社っていうポリコレ専門のポリコレコンサルがあるってことか。ちなみに社名の由来は、あなたたちのような甘い赤ちゃんを私たちが正しく導いてあげるから来ている。最高に奇名。おごりすぎで草だな。コンサル料としてうん十億を請求してきて、拒否するとメディア使って低評価爆撃とかの嫌がらせをしてくる。令和の爽快や。バルハラよりしょぼくね。ブレワイのリンクのラッシュみたいだな。日本からあらゆるものを盗んでいく勢いだな。スピード感なさすぎる。なんだこのめちゃくちゃ下手くそに作った武士道ブレードみたいなの。とどめで敵がこっち向くの笑う。アサシン名乗るなら一撃必殺しろ。なんだその連撃派。片
罠で切りすぎだろ。何年も前すぎて忘れたけど、フォーナーの侍のモーションはもっとかっこよかった気がするのにな。殺人の指導ないから振り回してるだけだな。白黒になるのは対馬の名人の方でもパクってるつもりなのか。シャドウズのクソっぷりが知れ渡るほどにゴーストオブ対馬の評価が相対的に上がっていく。そもそもクッソできいからな。難易度最高のマンシとか最高やで、敵が固く並んでこっちの体力低くなるだけだし、真剣勝負感すごいね。デフォルメキャラがやるから様になるだけであって、リアル闘神がやっても自動劇にしかならんよな。 UBI、誉れ対馬の方が全然いいやん。11年前のゲームに敗北。対馬の株が上がる一方だな。ちゃんとデッキ悪そうでもはよ、こんなやっつけでシャドウス出してくれた UBI はいろいろ暴いてくれた味方だろう。なんだこのデッキはと思ったが、あんま覚えてないだけで過去のスキルもこんな感じだったのかもしれん。マジで PS2 時代のゲーマレベルのモーションなんなの。今2024年だよ。